妙高火山の火山対地形図妙高山は、新潟県妙高市にある標高2454メートルの清掃火山で北進五竹の一つであり、その中では最高峰。日本百名山に選定されており、妙高と学士連山国立公園に属している。馬蹄型をした爆発カルデラの外輪山と、中央加工級となる最高峰の溶岩ドームから構成される火山。 かつ火山のランク C に指定されている。新潟県を代表する山の一つであり、越後富士の異名を持つ。北新五竹の一つとして親しまれる。また、近隣の日打山、焼山とともに、くびき山を形成している。山麓には、温泉が湧き、冬季ウィンタースポーツのリゾートエリアとしても知られる。山名は、古くは、古市の中山と呼ばれていたものが、 工事二次例により、明号山と当て字され、それが、明光山と読まれるようになり、明光山の字が当てられたものである。北部発作マグナの糸井川静岡構造線のすぐ、東側に位置黒姫山、飯綱山、マダラオ山、新潟焼山と共に、明光火山群をなし山体の基盤からの高さは1200メートル、体積は50平方キロメートルで、主に奇跡安山岩。 核戦石安山岩を主体とする安山岩室の清掃火山であるが、高アルミナ原部岩、核戦石でサイトなどで山体が構成される。山体崩壊する以前の山頂は標高2800から2900メートル程度であったと推測される。単純な一つの清掃火山ではなく、四つの独立した清掃火山が積み重なっている多世代火山である。 4つの活動機と各活動機に挟まれた長い3つの活動休止期に区分されている。有志以降の活動記録はないが、中央加工級付近の南地獄谷では、噴気活動が継続している。ありがとうございます。